出た、来年のチャンス。ここやん。やば、間違えた。あ、間違えた、やばい。皆さんこんにちは、ファミツアップスターズターザンババゾノです。そしてファミツアップスターズタイガースプレイです。はい、そしてゲストいただいております。お願いします。はい、セガゲームスピョピョシリーズ総合プロデューサーと言ってやってます。はい、草山田です。よろしくお願いします。いや、わかりやすいです。はい、ってやってます。見れば見ればわかる。はい、そして、まあ、新しくね、対戦モードが追加されたということで、はい、そちらを今日紹介していくんですけども、はい、まあ、その前にやっぱ言うでもピョピョってどんなゲームなのかってことをね、まずはちょっと紹介していきたいと思います。はい、ちょっといつものぷよぷよ知って、アクションバトルのぷよぷよ知ってる人とも違うんですが、はい、この形で、はい、この形で下に6×8 の、最初から用意されてるわけですね。そうですね。で、同じぷよぷよを押すと消えるんですけど、4つ並ぶと消えるんですけれども、はい、ぷよぷよ計算をなぞり消していって、はい、こう1個押したところを消すことができますし、あとさっきのなぞり消しで、最大5個までなぞって消すっていうことができます。もう今ガンガン連鎖しますけど。あんな感じで連鎖できるんだって。さすがプロデューサー。こういう感じでできるんです。はい、そうですね。なぞり消しというのはこう、例えば黄色からこう青を、で斜めもいけるので、はい、この斜めみたいな形で消すことができます。はい、うわ、すごい。入れてみたいな感じで、はい、で消したいものをその色のキャラクターカードを、あれ自分でデッキで編成することができて、その色に合わせたやつで攻撃ができるという形になって、赤なら赤のぷよ、そうですね、赤なら赤、そう、黄色なら黄色みたいな形ですね。なんで敵で、あと相手が敵が上の方にいて、はい、その上の方の敵にすぐ攻撃して倒したら次のステージへの形に行くんですけども、あと左側の上の方に赤とか緑とか青とか両方のツアーなんですけど、あれはそのどれが有利かっていうのを直接表しているという形になります。はい、はい、まあやってみれば分かる内容なんですけども、あとハートがあるんですけど、ハートを巻き込んで消すと普通に回復したりだとか、まあこれもう知ってる人からすれば知ってるよ、そんな内容なんですけど、すから、ね、基本中の基本なんですけど、で大連続チャンスに行きたいんですけど、6個以上か6連鎖以上か16個同時化粧すると、大連続チャンスモードに入ることができるんですけど、これ今入れないな。3連鎖、はい、6以上結構むずいですよ。そうなんですよ。はい、3とかだったら結構いいですよ。いや、そうなんです。なんで難しくわざとしてるんで、あ、やられてしまいました。で体力やられてしまうとゼロになって、全部やられてしまうとゲームオーバーという。デキもやっぱ強いですね。デキはこれまあまあいっちゃってる。あ、でかでかでか。はい、はい、はい、来た。今6連鎖いったんで、一番上の段に来たり、はい、黄色いと、はい、あれを巻き込んで消すと第二フチャンスってモードに入るとかできます。よかった、これでステージ終わってたら。なんで今この下の段のやつを消すんですけど、はい、これを消すと黄色が消えて第二フチャンスっていうモードに切り替わります。はい、はい、で今5個ですね。どこだろう、これ。どれか5個消せばすごい連鎖が起こる。そうですね、はい、まだまだ間違えた、間違えた、あ、間違えました。なんか前傾すると回復が使ったりとかするので、できるだけ前傾しを狙ってやるっていう感じ。でもう一つあって、すごくこういうタイミングがいい感じでやってくるんですけど、今上にあるキャラクターカードが光ったと思うんですけど、 ある条件を超えるとそのキャラクターのスキルっていうのが使えて、例えばこれアミティって一番左端のキャラクターを送ってすると、相手全体を攻撃するので、そういうスキルを使ってるんですよ。できるだけたくさんピュアと同時消しで消したりとか連鎖で消したりっていうところが結構重要っていうことなんです。はい、まあ、こんな感じで、これも最後までいっちゃいますね。そうですね、はい、これなんで、スキルがもう溜まってるので、ボタン押すだけで終わっちゃう。頑張ってないでしょ。あ、全然硬かった。属性あれだったんですか。硬った。硬った。枯れて倒そうと思ったら、これあれですね、編集するスキルって、もし言ったことしたら、一応迷うパターン。ということで、じゃあ新たに実装された、対戦モード、はい、を、じゃあね、紹介していきましょうか。はい、お願いします。はい、まず、ちょっと対戦モード。対戦モードのちょっと特徴みたいなものを教えていただいてもいいですか。はい、はい、まあと言いつつ、はい、初見でやってもらいましょうか。あ、なるほど。やべえ、どうしよう。
ね、これ普通にだって、はい、自分のフィールドが下にあって、相手のフィールドが右上に、はい、めっちゃ焦る、これめっちゃ焦る、めっちゃ焦るけど、これはい、リアルタイムなんで、もう相手も切れて同時進行で話しますあ、やべえ、なんかあんま乗ってねえ感じ、大丈夫か、これあ、まだ来てる、とりあえずやってみましょう、めちゃくちゃな話ですけど、はい、で全体の時間限り120秒で96秒になってますから、はいはいはい、あるので、まあ、それもちょっと意識してあ、負けたなるほど、なるほど、今ちょっと調整どうしよう、あ、間違えた、消しちゃった、はい、ダメですね、やばいやばい、まだ消すそうですね、まだ消せるよって下に見て、まだ消せるよって、あ、いったやられてしまいましたちょっと待って、ぷよシャッフル食らったんですよ、はい、でそうなんですよ、いつものぷよシャッフルあ、何これ場合になって、あ、爆弾でですから、それ消さないと爆発しちゃう、あ、マジか、ちょっと普通にスルーしちゃいました、あ、残念でした、あー、お邪魔になっちゃった、はい、お邪魔になってしまった、これ、結構開発にもいろいろ試してたんですけど、これあの今の段階での最新情報で、僕が見たことないのも実は入ってるとか、ああ、そういうことしか知らないとか、いや、あの企画あるとしては知ってるんですけど、これ実装されるのかなって言ったかどうか、そうなんですよ、なんかマークありますね、マークを巻き込んで消すと、あ、それアイテムなんで何かいいのが起こるくらいですね、ぜひ、ダメ、どうやって消そう、これあー、いって、お前さん考えすぎかもしれない、あ、触っちゃダメなんですよ、あ、やべえ、あ、マジでする、はい、あ、シャッフルだった、シャッフルが、あ、あ、お、なになに、記録は、あ、自分的に、まだ、あの上にあの属性が有利かっていうバーがあるんですけど、ああ多い、あら、ちょっと、あ、だタイムアップ、いい、はい、あのバーで、ね、そうですね、勝ち負けがね、決まるみたいな、そうですか、やってみて、結構やなんかやっぱ右上に出てるじゃないですか、全然見えないです、余裕がない、あでも巻き込んで、アドバイス欲しいですね、巻き込んで、あれですね、手伝いいけなかったんですよね。アイテムはタッチしちゃダメで、あの横に隣接する状況で、あの繋げて消せないんです、ちょっと早く消したら、ちょっとしたらなくなっちゃうんですか、そうです、なくなっちゃう、はいはい、あ、だから爆弾が出てきたら、ね、3秒で爆発してお邪魔になってしまって速攻消した方がいい、そうですね、お邪魔のメドレーって消せないので、あのもうよっぽどいいものが横にない限りはそこを先に消しちゃった方が、対応としてはいいかな、あ、ちなみにごめんなさい、ちょっと余計を考えたら僕あの坂上さんのこの端末、はい、デッキいじっちゃったんで、はいはい、あのデッキいじれるんですよ、やっぱり、はい、デッキが強いんですよ、そうですね、はい、で、あの形であの3人機チームで3個、はい、タプリスになってますね、はい、なってて、この3番目ほぼ意味ないですけど、あのもう分かんない人はもうデッキを編集するボタンっていうのを押して、下におすすめ編成っていうのをなのでやると、でもこれ弱っそうですね、自分の持ってるキャラクターカードの、その相当下でのやつを、はい、強いキャラクターを相当するような形になるので、まあ、今、はい、この端末だとこれが最強みたいな。なるほど、だいぶちょっと偏りが発生して。これ同じような条件にした方がいいそうですね、さすが。優しい。いや、違いますね。それ普通ですか、ね、優しいとかじゃないですけど。ガチな感じ、あのロバノさんにね、ゲーム負けたことないからそんなこと言うのなんか飲み会行ったりとか呼んでくつもするような人なんですよ、そういうスタイルじゃないですか、さてと、はい、あとあの言ってないですけど、あの早く消した方がいいです、ちょっとそれちょっとそれ大事な考えない方がもうそれをすぐ消した方がいいってことですね、そうですね、はい、でも今こう連鎖してる途中の時はもう次どこ消すと考えてない、ああなるほどなるほど、静寂怖いですよね、静寂まだ消せ、まだ消せ、まだ消せるようになるんだ、よし、うわー何が違うちょっと待って、消した方がいいですね、この大会の多分の一応ペーペーシリーズで一般的なもので総裁っていうのがあって、はい、あの相手が例えば5連鎖してたら自分が5連鎖すれば同じ攻撃量だったらそこ総裁できるんで、ああなるほど、はい、あの狙ってやった方が僕ね、あれね、
挨拶じゃない。そう、なんか楽しいゲームなのに殺すと思うんだよ。総裁ですか、ね、総裁の挨拶、挨拶見飽きたってことですか。どうでもいい話です。あ、シャッフルしちゃいました。シャッフルを消すと相手のフィールドがシャッフルされるよ。あいつは量は変わってるだけなんですけど、意外と邪魔っていう。確かに。もう消そうと思ってたら、消せたぜと思ったら、そう違う色になるんで、今あの番組派のやつは一つのカードで紫が強いようになってくるんで、そこが違う色になるとあれ。あー、なるほど。おお、粘ってる粘ってる。おめでとうございます。2連鎖2連鎖しかいかない。頑張れ。いや、まだまだ分かんない。まだ分かんない。まだあと10秒まだ分かんない。まだ分かんない。まだこれ待てる。巻き返す。10秒謎に消し2個使う。2個。え、5個消せない。めっちゃ強いわ。それでも今連鎖で10秒間ね。終わった終わった終わった。まだ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 。いい感じで。で、消えて、よし、いい感じですよ。はい、これ、ビーバーこれ。あ、今、あの、チャンスピオ出てきたんですけど、終わり。大チャンス。今すごいや。大チャンスが。え、これ、分かったいやいや、まあほら、ジリジリだから。まあ、まずはちょっとタイガー桜井、1本とかですね。1本だよ。これ、ガチだ。じゃあ、次行きましょう。次回やります。赤って入ってない。なるほど。赤を重点的に。じゃあ2本目、お願いします。お願いします。今でも赤消しづらく。赤のやつは、星5のルールで、何回か低い。よし、いい感じ。出るぞ。よし。3連鎖、まだ終わらない。まだ終わらない。まだ消せるの。まだ消せないですよね。まだダイナイトも消すから、今月もないから、アイテムがあるので、爆弾が飛んでいる。あ、やられました。だからそれすぐ消すのにダメです。あ、それダメです。じゃあ、爆弾すると、はい、お邪魔にしよう。もうそれ諦めてください。どうしたどうした。え、なになに。あ、やられた。マジかよ。いいか。よし。近い進行だね。2しか落ちてない。なんか紫。お邪魔爆弾。ギリギリ。なんかギリギリ。よし。乗れ。姉さん乗れ。頼む。もう一回ぐらい。これはいいチャンス。よし。これはピンチですね。俺だ。いや、まだ終わってない。まだ終わってない。まず相殺できる。相殺できる。相殺できる。頼む。いや俺のチャンスプロがこんなにやるんだ。そうだ、よいしょ。あ、いい勝負。おい、おい。まだ終わんないっすよ、これ。うわ、やばい。どうしよう。とりあえずチャンスプロに頼っていきますか。それでもいい感じ。よし。3個。あ、違ったー。また入ってるやん。間違えたー。あー。ここだ。勝った。よっしゃー。マジかよ。結果資料だとあの3種類アイテムがあるんですけど、桜井さん勝ちですね、これ。勝ちました。ということなんですけども、なんかでもちょっとやっぱり、まあ、僕らの戦いで、まあもう、ちょっと燃えましたけど、ちょっとやっぱ星原さん、見てみたいな。そうですね。腕前っていうか、やっぱこうやってやっぱりプロデューサーって強いじゃないですか。やっぱ作ってるんで。自分が弱いからどうやって勝とうかっていうのを仕様に落とし込む。自分が勝てる感じで。そうそう。シビジョンマッチ。ローザンの会場。はい、お願いします。お願いします。はい、タイガー桜井。さあ始まりました。早いですね。斜めから。
しかないもうなんかあまり当時に聞きたかったかもしれない余裕がない彼の職は一言も発せないください。はい、はい、ありがとうございました。